こんにちは、マイケル太郎です。本日はですね、12月の勉強法をお話していきたいと思います。ですね、12月の勉強といったらですね、共通テスト模試をやれ、次戦模試をやれとか、共通テストの勉強をやりましょうとか、二次試験との配分はこうですよとか、まあ、そういうですね、まあ、ありきたりな話は僕は全くしません。もうちょっと本質的な話ですね、していきたいと思います。この動画を今見てくださっている皆さんがですね、あ、自分の勉強ここがしくってたなとか、今皆さんが勉強しててなかなか伸び悩んでる原因っていうのを一発で言い当てようと思います。たった一つしかないんですよね。基本的に勉強の成績が上がるサイクルっていうのを論理的に説明して、その論理に何か矛盾があるから皆さん成績が上がらないっていうことが起こるんですけど、直前期、基本的な勉強が上がるサイクルで分かっている、こうやれば成績上がるよねっていうのと真逆のことを皆さんどうしてもこの直前期焦りからしてしまいがちなんですけど、それをやめた方がいいよっていう話をいつも、これ昔も見せたことあるんですけど、そういうスライドをですね、ここに出して今から喋っていきたいと思います。見たことある人はですね、ああの話かと思ってくれると思うんですけれども、きちっとですね、これを再認識してですね、やっていただきたいと思います。それでは行きましょう。はい、でこちらですね、こちらが僕がいつも話している成績が上がるサイクルを図式化したものです。まず勉強には演習と復習、この2つが存在します。逆にこの2つしか存在しません、入試において。で、演習とは何か、実力の定量化と定義しています。復習とは何か、知識を覚えることです。この2つしかありません。演習っていうのは実力の定量化、つまり実力の定量化をしているときは成績は伸びません。なぜなら知識がインプットされてないからです。多少のことをもし、なんかテストとかすることで多少の伸びがあるよっていう人いると思います。本当に多少だけ伸びると思いますが、多少なのでそこは禁じして無視します。で、復習っていう、これインプットになります。この時は知識を頭に入れているので、もちろん成績伸びます。なので、黄色矢印、成績が伸びていると思います。勉強ってどういうことの繰り返しかというと、黄色矢印を伸ばして、でも、伸ばしている中でどこまで上がったかっていうのを確認しないと、次どういう方法で黄色を伸ばそうかっていう方法論がわからなくなります。なのでまず黄色矢印を伸ばしていきます。ある程度方法論をやった時に定量化してちゃんと自分が意図した成績についていくかっていうのをチェックしないとダメなんですね。例えば、1対1対応の演習、数学有名ですね。あれをやろうってなっても、これ目的なくやってる人がなぜ失敗するかっていうと、ゴールがないんですよ。1対1対応の演習のこの分野をこれだけこのやり方でやることによって、この模試とかこの大学の過去問でこんだけの成績が取れるっていうのを自分で論理を作った上で、じゃあ実験してみよう。じゃあ実際にやった時に自分が、例えば前頭模試の高校2年生と高2の前頭模試で何点取れてるかとかチェックしてみるとか、過去問でも全然いいですよね。ちょっと自分の志望校じゃなくてもいいです。ちょっとレベルの低い大学で、まあ1対1終わったこのぐらいの大学の過去問でこの点数は取れるなっていうのがあるんだったら、それでやってみて定量化。定量化で、演習定量化で大事なのは点数になることですよね。っていうのの繰り返しです。勉強して定量化してみて、あれ自分の思ってたのより点数が出てない。こうなったパターンの時は2つ原因がありますね。丸一、何の原因かというと、暗記できていない。暗記の質が低いってことですね。皆さん暗記していることでもですね、案外ですね、暗記って簡単に思えるかもしれませんが、すぐ出てこないんですよね。暗記っていうのはどういう状態かというと、問題、例えば数学の問題だったら問題を見て5秒以内に答えがペラペラペラと喋り出せるっていうことが完璧な暗記なんですけど、結構皆さん時間かかると思うんですね。そこまで暗記ができてない人がとてもとてもとても多いです。 99% だと思います。そこまでやりきると共通テストであったり認識だったり模試の点数っていうのはガンってなります。まずそこチェック。で、2つ、そもそも偏差値じゃあ65取ろうと思って勉強したけど、そもそもその勉強じゃ偏差値65は出ないよねみたいな勉強してしまってる。つまり黄色矢印を上げる時の方法論として、そこまで成績がない、それじゃ偏差値60だよって勉強してて、結果的に偏差値60だった。それはですね、別にいいんですよ。黄色矢印の、やった方法論通りの成績が出てるんで、あ、やったこと身についてるよね、これで OK なんですよ。でも、その、方法論じゃ65は無理だよ、そこ65まで行くっていうのは勘違いしてたねってだけなんで、じゃあ次60から65上げるにはどういう方法論したらいいんだろうっていう方法論を探すだけになってきますよね。っていう感じで、まずや黄色矢印、方法論を考えて伸ばす、定量化する、チェックする、また自分の現状を知る、で定量化して、また黄色矢印伸ばして定量化して、この繰り返しで成績伸ばしていくんです。が、結構な人がやりがちなのは、黄色矢印伸ばしました。テストしました。で、ほぼ黄色矢印を伸ばさずに何回も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 テストするんですよ。
特に模試受けまくってみたりとか、塾の授業に、塾に行きまくってみたり、塾って基本的にインプット作業ではないです。理解を補充してくれるパターンとテストですね。特にこの時期テスト多いと思います。模試とか直前講習とか受けてる人ってのは基本的にテストが多いので、テストでテストしまくったら何が起こるかっていうと、自分の実力が定量化されるんですね。あなたの国語の成績はこれだけですよ。あなたの数学の成績はこれだけです。出てくるんですけど、黄色矢印伸ばしてないのに、テスト演習しまくると何が起こるかというと、いつも同じ結果が出ます。つまり、何が言いたいか。今、実践問題集とか、パックとかですね、桃パック、緑パック、Z パック、いろいろあると思いますけど、ああいうのをやって、あんまり成績変わんねえぜ、または下がってるぜって人は、そもそも復習しないとやばいです。なぜかというと、同じような成績が出てるってことは当たり前なんですよ。同じものをやって、定量化なんで、自分の状態一緒なのに、チェックしますやると同じ数値が出てくるのは当たり前なんですね。それ2個もやっても意味ないですよ。片方の時間もったいないんで、ちゃんと黄色伸ばしてからチェックしましょうね。これだけ復習したらこれぐらい伸びるはずだって仮説を持って、そしてやってみる。で、その黄色伸ばす勉強っていうのをやった後にちゃんと定量化する。で、また黄色を伸ばした後にちゃんと定量化するっていうのをやらないとダメです。なのでですね、基本的にこの時期っていうのはパック模試を解いたりとか過去問を解いたりっていうのは基本的に勉強の中の2割だと思います。2割以上それが占めてるっていうのは、まあ優秀な人はそれ全然いいですよ。優秀な人っていうのは基本的に過去問やって、そこでエラーチェックして自分の出たエラーをですね、一つ一つ原因対処して復習して潰す。で、その復習内容もですね、軽い覚えて暗記の質が低かったりとか、ちょっとマニアックなとこ覚えてないとか、あとですね、方法論のミスですね、1個の問題に執着してしまってミスとか、そういう方法にやっていくんで、そっちは演習でいいんですけども、そもそもそこまで実力ついていない共通テストでですね、まだ7割乗っていないとかいうレベルの人がですね、基本的に演習しまくってもあんまり意味はないですね。基本的な、方法論だったりとか知識だとかが身についてない可能性が非常に非常に高いです。なので一回演習をしたならそこから、復習すべき内容をきちんと引っ張り出してください。皆さん模試の復習って模試の問題を復習して覚えて満足するんですけど、それやってることって何かというと、模試の問題1個に対して1個知識を補充しただけなんで、模試の、模試のですね、せっかくの効用を生かせないんですね。模試で何してほしいか、演習で何してほしいかっていうと、これ間違えたよ、例えばデータの分析で標準偏差の公式を覚えてませんでした、間違えました、そうなったら何をすべきかというと、標準偏差の問題間違えました、じゃあその問題復習して標準偏差の公式を覚えました、それで終了する人めっちゃ多いし、これしてたら優秀だと思うかもしれません。それで覚えました結構優秀なんですよ。で、多い人はノートまとめして、ノートが覚えてくれました。で、終わる人がすごく多いです。自分の頭に入ってないですね。で、パターン2は、覚えましたって言って、そこそこ覚えてるんですね。なんで、1日後聞くと覚えてるんですけど、3日後聞くと覚えてないパターンですね。この2つのパターンがとても多いです。95% ぐらいいくんじゃないでしょうかね。まず、これにちょっと自分当てはまってるなって人は注意してください。やり方変えてくださいね。数学の解法暗記の暗記法に関しては、この動画でお話してるので、ぜひ概要欄からご覧ください。これ完璧に暗記することができて、今のようなですね、エラーはなくなります。で、話を戻ってくると、標準偏差の問題を間違えたら何をするかというと、その1個の問題に対して標準偏差の問題復習したとしても1対1なんですよね。1個の間違いから1個の知識、自分の1個のですね、穴抜けが埋まるんですけど、そうじゃないんですよ。標準偏差間違えたんでしょ？ってことは相関係数の公式を覚えてるとか、箱ひげ図大丈夫とか、データの分析の変数そのまま出てくる問題ありますよね。センター試験の追試の問題とかで言っても、何その変数で出てくる問題って思った人はぜひセンター試験のですね、追試の問題見てみてください。具体的な数値じゃなくて結構変数がいっぱい絡んだような問題が出てますが、ああいう問題大丈夫？で、関連問題が思い浮かぶんですね。その関連問題もちゃんとチェックするんですよ。間違えたらその関連問題を1歩2歩3歩、多い人はそうですね、3歩ぐらいやっぱやってほしいんですけど、1歩2歩3歩歩いて関連問題を自分で見つけ出す。これって結構簡単に見つける。そんな正しくなくてもいいです。あ、標準偏差間違えたら俺私相関係数大丈夫かな、あ、そういやセンターの過去問でこんなもん出てるなとか、分からなかったらセンターの追試とか開いたらいいですよ。こんな問題できるかなと思ったらチェックして、1個間違えたら少なくとも別の、関連問題3つぐらいは解くようにしてください。すると穴が4つぐらい埋まるんです。1個間違えたらその分野の4つぐらいの周辺がきちっと埋まっていくんで、そうすると知識が確実について、次テストするとですね、この標準偏差だけじゃなくてこの周りの補足した3つもカバーできるので、演習して埋めてってやると1対1で、この演習してる時間って基本的に無駄なんですよ。知識伸びないから。だから演習ってそんなやったらダメなんですよ。復習に時間を回したいわけなんで、演習に1対1にすると、演習1、復習1なんで5対5というか 50%50% で時間がかかるんですけど、演習1に対して復習を関連問題を4倍とかでやるとですね、1対4の割合で勉強ができて、この、演習が2割で、復習が8割っていうような勉強ができるんですね。その方が早いんですよね、時間と。復習に時間がいっぱい取れてるから。復習に時間がいっぱい取れてると、この
図式で黄色の矢印が伸びる時間が多いということなんですね。ちなみに復習いっぱい時間取れると伸びが大きいで、伸びたら定量化っていうのを挟んでいったらいいよねっていう話になります。というのがいつも僕が話している成績が伸びるとはどういうことかっていうお話です。で、今の自分の勉強、12月の勉強法って言いましたが、別に勉強12月になったからといって変わるわけじゃないんです。これをやるだけなんです。だ、12月になんでわざわざ言って12月の勉強法って僕がタイトルをつけて言ってるかというと、12月は演習をする人がめちゃくちゃ増えるんです。12月だ、じゃあ実践問題集をやろう、センターの過去問をやろう、塾に行って直前講習、テストだテストだ、それ演習なんです。基本的に復習っていうのは暗記です。いかに物事を覚えるかです。これで入試のポイントは決まります。同じ物事でも出てくるスピードって全然違うんですよ。同じ単語でもパッと言って3秒で返ってくる人と1秒で返ってくる人と5秒で返ってくる人はレベルが全然違うんですよね。全員正解はしてるんですよ。正解はしててもこれ実力差めちゃくちゃあるんですよ。その1秒のレスができるかどうかが大事なんですね。でそれを5秒のレスから1秒のレスに変えるのって授業でも何でもなくて自分の勉強なんですよ。自習時間でやるんですよ。で、暗記の方法論は喋ってますね、概要欄見てくださいね。そこなんですよね。そこにこだわるよりもなぜか12月は演習しまくるんですよ。もう予備校とかもそれでも当然演習させまくった方が、儲かるんで、まあ、そういう方針出るんですけども、冷静に考えてください。冷静に考えて論理的に考えるとこの構図で成績上がるんだから復習した方が得なんですよ。だから復習をきちんとやる、演習やったらその問題を復習するというよりかは、演習によって自分は何を復習しないといけないんだろう、どんな穴が開いてるんだろうっていうのをチェックするべきなんですよ。間違えた時にその問題も、その問題から何を復習するか、こういう復習をしよう、こういう復習をしよう、この問題集のここをやろう、この問題集のここをやろうっていうのをちゃんと書いてほしいんですよ。それをきちっとやってから次の演習行ってほしいんですよ。なんで、まあ、直前期演習ノートっていうのを僕シェアリングナレッジって教育サイトでやってるんですけど、そこでは配って、そこにはですね結構テンプレートのフォーマットがあるんで、それを書くだけで自分はこれを間違えた理由を書いて、そこから何の問題集をやるかっていうのをちゃんと書けるようにフォーマットを用意してるんですけど、それをみんな書いてもらって、それを書かすとですね、確実に何を復習しないといけないっていうのを書くので、それが終わるまで次の演習行けないので確実に復習してくれるし、じゃあ具体的に復習を何どうやって書くかっていうのは限定コンテンツっていう、シェアリングナレッジ内で限定で公開してる動画で喋ってるので、それを見てもらって皆さんやってもらってるんですけど、そうやってですね復習をいかにやり遂げるかっていうのがすっごい大事なの。もう何回も言ってますけど、この時期は演習がすごい多いです。学校もほぼ演習だし、塾もほぼ演習だし、いろんなパックが出て演習しないとって思うかもしれないけれども、演習で成績は伸びません。だって問題解いてるでしょ、分からんかったら間違うじゃん、正解だったらそれもうできる問題だからやんなくていいじゃんってことで、要は間違いと正解の線引きをすることが大事なんですね。自分がその要はできないところの間違いを得ることが大事なんで、間違いを得ました、あそれができないんだ、ふーんってなって軽く復習して、もう一回テストだって言って、それ運ゲーなんですよ。ロト6を何回も埋めてる作業とほとんど変わらないんですよ。それ次こそやったら点数が上がる、次こそやったら点数が上がる、これただの、マーク塗り、マーク埋め埋め作業なんですね。要は自分に得意なセットが来たら点数が高く出るでしょう、自分に苦手なセットが来たら苦手なヒグ出るでしょう、もうこれをですね楽しんでるだけ、それ実力伸びてないんですよ、黄色矢印伸びてないんですよ。もうひたすら運ゲーをして同じ実力で定量化して、まあ、ちょっと上に出たり低く出たりっていうのを楽しんでるだけで、そんなん楽しむのが受験勉強ではありません。きちっと点数を上げるには黄色矢印を伸ばすことが必要です。そのためには復習が必要です。復習とは何か、覚えている知識と思っている知識はレスを早くする、レスポンスを早くすること、あとそもそも理解していないところが出たらきちんと理解して、理解したものっていうのは入試は暗記しないとダメです。理解してても暗記しなかったら解けませんので、なので理解して暗記する、そこまでやりきってください。もう本当に12月言いたいのはこれだけです。勉強がすごい演習演習だってなってくるんです。自分が管轄していない勉強か、この勉強塾の勉強だったり、その周囲の勉強は全て演習になってきます。なので自分の勉強はきちっとその演習をして、その演習から復習をいかにするか、そして具体的に何をするんだっていうのを自分できちっと書くようにしてください。でそれをやり終えてから次の演習行ってください。じゃないと本当に時間だけを浪費して、ひたすら同じレベルで定量化をしまくって、他のライバルが黄色矢印をですね復習でガーンとひたすら、全然演習してないけどきちんと暗記物をきちっとやったやつがギュッと成績を伸ばして負けることになってしまいます。それを気をつけてください。本当にこういう人多い。めっちゃ真面目な候補の、特に塾の直前講習とかですね、予備校の先生にいろいろ取った方がいいよって言われちゃって、それでいっぱい取って演習ばっかりで時間をすっごい勉強してるんですよ。でもほとんど塾に行っていない、家で自習してるような地方のですね公立の方とかに一気にダーンって差をつけられて負けるっていう現象が起こってる。それってこういうロジックで起こってるんですね。なのでぜひですね、あちょっと自分練習しすぎかもしれないと思った人はですね、ちょっと切り替えてですね、演習の量を減らすのちょっと不安だと思うんで、ね、
不安だと思うんだけど、予備校の講習減らしたりするの不安だと思うんだけど、不安だと思ったら実際にやってみてください。ロジックは分かったと思う。でもまだ成功体験を得れてないから分からないんだと思うから、まずは1週間ですね、今から1週間模試とか最近受けたものがあると思う。そこからですね、自分の間違いを引っ張り出してきて、そしてその周辺のですね、3歩出てください。関連問題を3歩、自分の持ってる問題集からとか、今までやった過去問とかからピッキングしてきてください。その問題とほとんど同じ問題と、その関連問題3つ。それをピッキングアップしてきて、リストでバーって、何でもいいです、ルーズリーフにバーって書いてください。すると、間違った問題数かける4倍の復習内容が出てきます。そしてその内容を解けるように、そして暗記の内容は完璧に暗記、ですが早いってことね。例えば暗記の世界史とか日本史とか歴史系地理とかもそうですね、暗記の知識を忘れたんだったら、それが聞かれた瞬間にレスができるようにするっていうのが大事だから、毎日毎日頻度反復で回さないといけないだろうし、数学の問題とかだったら、そもそも解放暗記しなかったら解放暗記だし、計算ミスだったら計算ミスの、ミスの方法ですね、僕は統計的にデータを取りなさいっていう話をしてるので、概要欄見てくれたり、見てもらったらいいんですけど、そうやってミスノートつけないとダメだし、そういう風に一つ一つ復習をきちっとやって黄色い印を上げる。そして1週間後、おそらく1週間ぐらいかかると思います。1個の模試のやり直しの、復習、結構共通特に7割超えてない人っていうのは1週間は絶対かかります。なので1週間練習をせずひたすら復習してください。で、1週間後パックを取ってみてください。成績めっちゃ上がってます。この時よりも上がってます。で、差が結構大きいです。ちょっと上がるって、ちょっと上がった、やった、頑張ったって思う人いいんですけど、ちょっとしか上がってないってことは、黄色い印ちょっとしか伸ばさずって定量化やったんですよ。これやり続けたら定量化の時間すげえ無駄なんで、なるべく黄色は最大限上げてから定量化した方がいいんですよ。定量化って回数少ない方がいいから。なので、きちっと1週間がっつり復習して定量化やってみてください。パックやってみてください。この差に驚くと思います。あ、なら1週間に1回程度でいけるなってことが理解できると思います。成功体験を得る。そこまで来れば、その演習やらないとっていけない、そういう演習病が治って、復習に時間かけた方がいいなっていうのが理解もできるし、成功体験も得れてるので、実行できると思います。ということで、12月の勉強は、演習に時間をかけろかけろっていう雰囲気になるけど、きちっと復習の時間取った方がいいよ。なぜならこういう理由があるからだよっていうお話をさせていただきました。はい、こんな感じで夢サボムービーズでは受験勉強全般に関わることを論理的に解説するということをやらせていただいております。ですね、受験勉強あるあるですね、よく言われていることっていうのが案外正しくなかったりするんですね。よく言われていることが正しかったらみんな成績が上がりますから、案外正しくないことがあるんですね。それを論理っていう方法論を用いて、僕たちは、皆さんに分かりやすくですね、解説するということをやらせていただいております。明日もあなたのお悩みをですね、論理的に解説していきたいと思っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録の方、お願いいたします。まだ僕はですね、シェアリングナイツという教育サービスを運営させていただいております。論理100でですね、このように受験勉強していきたいとかですね、勉強計画立ててほしいとか、限定コンテンツ見てみたいということがありましたら、ぜひ概要欄から1週間無料体験ご参加ください。よろしくお願いいたします。コメントに関しては、すべて返信させていただきますので、ぜひ、疑問等ある方はコメントで、ご連絡ください。また動画のリクエスト等もあれば、それ見てですね、作らせていただいておりますので、コメント欄で、動画のリクエストをお願いいたします。それではまたお会いしましょう。マイケルタウでした。バイバイ。